皆さんこんにちは。今はマッシュポテトを作りたいと思います。材料は1キロのポテトにきれいに洗って皮をむいて冷たい水の中に入れて、バターは 80g、 塩は少々、牛乳は 200cc から 300cc の間、じゃがいもを火にかけます。ちょっと塩をかけて柔らかくなるまでには煮ます。柔らかくなったポテトを水を切ってボウルに移して潰します。前を持って冷蔵庫から出したバターをちょうど部屋の温度になりました。そしてポテトに入れます。少しずつも温かい牛乳を入れます。ちょっと味見をして塩が必要かどうか確認します。塩少し入れます。マッシュポテトの出来上がりです。